デトロイト、鉄の町。物扱いすらされない従順な機械。穏やかな声が私に囁く。私は生きていると。だけど世界は想像と違った。そこは暗く冷たい、残酷で乱暴、不公平で野蛮だった。みんな行こう。人間にとって私たちは店に並ぶ人形でしかないのよ。不完全な生き物に服従しろだって。それも今日で終わりだ。自由を取り戻し、人として生きていくために。もう逃げ場はない。何の罪もない人間の命をまだ奪うつもりか。俺は一体何なんだ。奴隷か、おもちゃか。どうなるかは君次第だ。何があった。虫けらみたいに撃ち殺された。奴らにか。人間には力で対抗するしかないわ。多数の店舗が破壊され、路上の車にも火がつけられており、デトロイト市内はまさに混乱状態です。何百体ものアンドロイドがサイバーライフ店舗から盗まれた模様です。これは私たちの物語だ。プレイステーション。